앞에 특이하네. 특이하. 아, 바로 떠나버렸잖아, 이렇게 됐네. 27분 될 것 같네. そうそう、昔ね、こっちの方来た時ね、まだ若い頃でね、わたかの島っていう島があるんですよね。でまあ昔知る人ぞ知るね、まあ島がね、ちょっと大人な島で、で友達とね船で渡してもらって、なんかほんの数分なんですけどね、500円ぐらいだったかな、そんな高くはないんですけどね、船で渡してもらうときに船頭のおっちゃんがね、あれ宿決まってんのとかって言われて、いや何も決まってないですよとかって、ほんなら連絡しとくからって言って、向こうの要は沖屋ですね、沖屋の女将に連絡を取って、でその人がね、まあ向こう対岸でね待ってるわけですわ。で渡し船で渡った先で、島渡ってね、懐かしいですね。じゃあね、なんか女の人がねこう何人かね、3、4人、4人ぐらいいたかな、小さい部屋でね、で選ぶんですよね。で選んで、でもその日のね営業があるから、それ終わってからになりますよって、まあ11時ぐらいかな、夜の。要はね沖屋がスナックみたいなねとこを営業してるんですよね。でコンパニオンとして派遣したり、まあ時間のある時は多分そのスナックで客の相手したりで、気に入ったお客がね、気に入った子がいたら連れ出して遊べるっていうようなね、こんなシステムになってて、でまあ僕らはそういう営業が終わった後一晩っていうね、そういうので、ただそれまでのね時間がね長すぎて、まあ島の中にはねほんと何にもない、もうね何にもないんですよ。で喫茶店が1個かな、なんかまあ食事がかろうじてできるのが1個あって、まあ昼間に渡っちゃったからね、まあ最初のうちはこうブラブラ歩いてね
海辺歩いたり、なんか街の中、街というか島の中ね、もう散々歩き尽くして、でその置き屋になってるスナックのね、2階のなんか、スタッフルームみたいな部屋ですね、そういうところを休憩で使っていいよって言われてて、あそこでしばらく待ってたんですけどね、やっと終わって11時ぐらいかな。でその女の子の今度アパートでね、マンション、で行くというね、その当時はそういうことがねできたんですよね。今ではもうね、ほぼ絶滅してしまってるみたいですけど、昔はだってタイとかね、フィリピンとかね、そういうところから来てる人がね、働いてましたから、人身売買だとかね、いろいろ騒がれて、そういう日本へね来る渡航ビザもね厳しくなってね、なくなっていったんですけど、かなりね、この辺りだと鷹の島っていうとね、その当時は有名でしたからね、三重に住んでる人でもね、なんか聞いた話だと小さい頃とかね、親父によく連れてかれたとか言ってね、親父によく連れてかれて、なんかね、1時間ぐらいね遊んでる間にね、親父はねいいことしてたみたいでね、なんかそんな話もね、こっちに三重にね、住んでた人から聞いたことありますね。子供になったらね、その辺の海でね遊ばせといたらね、勝手に一人で遊んでるわぐらいな感覚なんでしょうけど、